近あんま怖い話芸人、うん、それこそあの松原谷さんがねずっと怖いの、あの事故物件すみます芸人やってたんですけど、はあはあ、周りでもあんま怖い話する芸人いなくなっちゃったな。一時ね必ずやっぱなんかの武器欲しくてみんな嘘、そうそう、だから数みたいなのが増えたから言いづらくなったんだよ、はい嘘っていう人が増えたから。いやでも俺は怖い話は全然嘘って言わないですよ。ああいいいい面白い面白いってめっちゃ聞くの好きだし、自分いっぱい作って喋るから。だからそれ面白いって言う、面白いとは言うけど、はい、その嘘か嘘じゃないかの判断はしてないわけじゃん、はい、言ってもないし。だってそれ芸人が言ってる以上は嘘なの分かってるよ。それはさすがにそう嘘つきとは付き合わないですよ本当の。嘘つきってかその丸々信じてるやつ本物と俺も付き合わない。あ、いわゆる本物、本物とは俺も付き合わない。付き合える範囲で あの嘘をちゃんとうまく言ってくれる人は聞きたいじゃないですか。ああすげえそれいいっていうのは。でも結構本物もいるじゃん。